今日はね、クールジャパンについてお話しさせていただきたいと思います。まあ、テレビでよくやってますね、ですね。あの、なんか、外国人の人集めてね、そして何がクールかっていうことをいちいち説明あのさせたりね、で、でもう外国人の人たちのたくさん来る浅草とかね、いろんなとこへ行って、 あ,のあなたは何しに東京へ来たんですか日本に来たんですかで日本のいいところはクールジャパンのクールなところはどこですかっていろいろ聞いてますでしょ。でそれはそれで私ねあのいろんな企業としてね営業として日本の産業や何かをね活性化してでこっちの方を伸ばしていくとかそういうもののデータを調べるっていうことでね聞いていくんだったら私は結構だと思いますよね。 うん、でそういうふうに、あの、下調べをするということはね、情報をね、えー、あと集めて、でそれであの製品化して産業をね、活性化するということについては大賛成ですけどね、ただね、あの、世界に対してのどこかこう、あの知的なねあの、国とかね、先進国に対するコンプレックスでね、それで、あの、日本のいいところ、 あの、クールジャパン、クールジャパンっていうふうにえっとあれは寂しいですね。いかにも田舎っぺっていう感じでね。本当に先進国のプライドを持ってて、洗練された人はね、そんなこといちいち聞きませんよ。クールなのが当たり前だと思ってるから。ええ、いちいち鼻息伺ってね、あ、クールジャパン、ね、かっこいいって褒められたっつって。それは田舎者の根性であってね。あそういう寂しい、 あの、聞き方はやめた方がいいですね。あれ一番見てて不愉快になりますね。もっとプライド持てって日本人ならって言いたくなりますよね。なんで、サービスがいいのはね、まあ本当に日本はね、異常なくらいにサービスがいいですね。で、世界のサービスの仕方っていうのはね、やっぱり、あの、貴族や上流社会の人たちにはものすごくサービスはいいんですよ。 でもそうじゃない人たちにはね、全く振り向きもしないし、まあ、乱暴な扱い方されますからね。だからそういったところがね、外国と日本との違いですよね。日本はお客様であれば、たとえ相手がね、貧しい人であろうと、ね、上流社会であると、特別なく、デパートの中でもどこでもそうですわね。みんな、あの、均一にちゃんと頭を下げるし、均一に商品説明もするし、丁寧でしょ。 うん、で、それでとにかくコンビニにしても何にしても、まあよくね、あの、味や何かもね、材料の選び方から製品の作り方からね、まあ、常に研究して研究してね、よりグレードを上げようというふうに努力してるのは、もう日進月歩でわかりますでしょこのサービスは素晴らしいと思います。デパートのデ、あの、 食堂行ってもね、カツ丼があって、ラーメンがあって、お寿司があってね、オムライスがあってね、コークがあって、とにかくお汁粉まであって、何でもかんでもあるわけでしょ。こんな国になって、もう外に、どこにもありませんよ。だから日本でね、あ生まれて育って,てよかったなと思いますよね。このつもりで外国行くと本当に、 そういういいちゃんとしたサービスがないですからねでただねうぬぼれない方がいいとは思いますよね。日本がいいんだというね田舎者がねすぐ褒められるとうぬぼれるでしょ。ね、ですからあのおもてなしっていうのにしてもねあ日本独自のものではないですかないですからねそこは謙虚にしておいた方がいいですよね。